バク転、メタルファイト、バーストベイをエクストリームダッシュさせてみた。今回は復刻ベイとバーストベイをエクストリームダッシュさせて遊ぶ企画の第2弾です。ベイブレードバースト用エクストリームスタジアム対応ドライバーを装着してエクストリームダッシュさせて遊んでいきたいと思います。今回も 5G バトルで対戦していきます。5G バトルのルール、5つのベイでデッキを作り1つずつ順番にバトルさせて先に4ポイント獲得した方の勝利です。バク転チームはドラグーン V、トランザー V、ドライガー V、ドラシエル V、ガイアドラグーンの5機です。メタベイチームはストームペガシス、ロックレオーネ、フレームサジタリオ、アースアクエラ、ライトニングエルドラゴの5機、バーストチームはゴッドレイヤーシリーズからゴッドバルキリー、ブレイズラグナルク、ガーディアンケルベウス、ナイトメアロンギヌス、スプリガンレクイエムの5機です。まずはバク転チーム対メタベイチームです。1戦目はドラグーン V バーサスライトニングエルドラゴ。続いてはドラシエル V vs ロックレオーネ。続いてはドランザー V vs アースアクイラ。ポイントは2対2、続いてはドライガー V vs ストームペガシス。メタベイチーム5ポイント、メタベイチームの勝利です。続いてはバク転チーム対バーストチームです。1戦目はドラグーン V vs ストライクゴッドバルキリー。ドラグーンのバーストフィニッシュ。続いてはガイアドラグーン対ナイトメアロンギヌス。続いてはドライガー V vs スプリガンレクイエム。ポイントは2対3、続いてはドランザー VS ケルベウス。バク転チーム4ポイント、バク転チームの勝利です。さあ続いてはメタベイチーム VS バーストチームです。まずはラグナルク VS サジタリオ。続いてはナイトメアロンギヌス対ライトニングエルドラゴ。続いてはスプリガンレクイエム対アースアクイラ。ポイントは3対2、続いてはストライクゴッドバルキリー VS ストームペガシス。
ーストチーム5ポイント、ファーストチームの勝利です。いかがでしたでしょうか。歴代のベイたちがこうして最新のスタジアムでバトルできるのは非常に熱いですね。ベイブレード X ではどんなベイが復刻するのかますます楽しみになります。もしエクストリームダッシュしてほしいバーストベイがありましたらぜひコメントで教えてください。それでは、さようなら。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。